フレデリック・パシーは、フランスの経済学者、政治家である。フレデリック・パシーは1822年5月20日に、フランスのパリの支配階級にある家庭に生まれ、パリで生涯を過ごした。ワーテルローの戦いにおける、兵役経験者の父の子として、また、ルイ・ナポレオンとルイ・フィリップの政府において、閣僚を務めていた、イポリック・パシーのおいとして生まれた同志は、 フランスの文官になるという伝統が強い家庭で育てられた。法律家になるように育てられた同志は22歳でフランスの国務院の文官に会計士という形で入ったものの、おじの影響を受けて3年後に経済の系統的な研究を行うために辞任し、後に巧みな話し手として名を馳せた学者となった。 同氏は1853年から1856年まで続いたクリミア戦争から次第に平和に興味を持ち始めた。戦いの終盤においてフランスのロワール川が洪水を起こし大きな被害を引き起こした。この時の経験から同氏は自然災害を恐怖と捉えるのに対し戦争のような人為的な災害は普通だと人々が考えることに衝撃を受けた。その後、 1867年にルクセンブルクの主権に対して戦争の雰囲気がフランスとドイツの間に漂うと同志はフランスの新聞ルタンに影響力のある単元を表し国際的な平和業界に衝突を避けるように頼んだ社会的な支援を受けて同志は未来の衝突を避けるためにザリーグ インターナショナルイパーミネンテデラペイを立ち上げたものの、同組織は1870年の不屈戦争を回避、できなかったとして解散した。彼はその後もめげることなく、1889年に、ソシエテフランセーズ・ポア・エル・アービトラージ・アント・レ・ネーションズとなる組織、ソシエテフランセーズ・デ・アミ・デ・ラペイを設立した。その後、彼は、共和主義者として、 ナポレオン三世の政府の一部になることを拒んだ。また、政治家兼経済学者として、彼は独立国家の間における自由貿易は平和を推進すると説いた。同志はヨーロッパの平和維持のために1867年に国際平和同盟、1870年に国際調停機関を設立した。また、同志は1878年に パリで会議が開かれたフランスにおける初の平和協会を設立した。同志は1881年に国会議員となり、1885年までその役を務め上げた。同志はフランスの大議員における左翼の独立した共和主義者として彼は自由貿易の主義と合わないからという理由でフランスの植民地政策に対して反対し、またフランスが 軍事縮小と国際紛争における朝廷的な役割を担うべきだと説いた。また、同志は産業事故の特定の事象における法制も訴えた。同志は別々の国から国の代表として選挙で選ばれた人々との協力のために作られた組織、列国議会同盟の創設者の一人にもなっている。その後も彼は半世紀以上を平和運動に費やし、パシーは アポストル・オブ・ピースとして知られるようになった。また、1901年には、アンディ・デュナンと共に、第一回、ノーベル賞を共同受賞している。その後も、同志は年を取るにつれて失明していったが、彼は仕事と執筆をやめなかった。彼が87歳の時、1909年に、出版された同志の個人的な記述、ポアラ・ペイにおいては、 彼が遺憾に感じた電気の代わりに、国際平和のために、彼が行った仕事が記されている。彼は特に列国議会同盟が創設された時に、関連して、リーグインターナショナルデラペイの創設のことを深く言及し、平和議会の発展やハーグ会議の価値について述べている。その後、彼は1912年6月に、パリで90歳にして亡くなった。 フレデリック・パシートはウェブリオ辞書。www.weblio.jp。2020年11月15日閲覧。20世紀西洋人名事典。フレデリック・パシートは。コトバンク。2020年11月15日閲覧。ワック・フレデリック・パシー。2020年11月15日閲覧。写真特集。あれから116年がいい回。 ノーベル賞受賞式。Yahoo ー,ース、w s 2020年11月15日閲覧。CO ファウンダーフレデリック・パシー。インテル・パーレメンテリー・ユニオン。2020年11月15日閲覧。ありがとうございます。